一世のでバンバンザイミュウです。ギンシです。よろしくお願いします。男として圧倒的な自信をつけたい。頭に入ってこなかったなっていう。ノーコレクソなの分かってたんですよ。ここまで鍛えられるって才能だと思うんですよ。どうなったら成功なの？インケアはもちろんなんですけど、最近はインナーケアも。自分は他と違うぞっていう付加価値みたいなのが今回は伝わらなかったし、分からなかったんで。分かりました。一発ギャグいいですか？それではここから就活サバイバルネオ初のオフラインでの収録を始めていきたいと思います。それに先立ちですね、まず本企画の、主催者でもある三浦会長をステージ上にお呼びしたいと思います。それでは三浦会長お願いします。はい。トリエネグループ会長三浦哲郎。グループ会社8社のトップに立ち、流通業の仕入れから販売、オークションまでの全ての工程を自社で行う。買取専門店小屋社のフランチャイズ化や鑑定士学校アイジョブの代表理事も務め、グループ年商は150億を超える。今宵も自慢の目利きで求職者に可能性を見出す。続きまして、今回の特別ゲストで、バンバンザイさんですね、ご参加いただきます。バンバンザイの皆さんお願いします。じゃあバンバンザイの皆さん、いつもの挨拶をお願いします。え、いつもの挨拶あるの？ちょっと俺もちょっと見たい。じゃあお願いします。いきます。はい。一世のでバンバンザイミユです。ナナです。ギンシです。お願いします。よろしくお願いします。俺も作ろうかな。はい、ありがとうございます。それでは実際に就活サバイバルネオの撮影を始めていく前に、まず、主催者の三浦会長の自己紹介と、就活サバイバルネオという企画の説明、あとは番組の始めた背景であったりとか、アドバイスをお願いいたします。あれ、僕がそれ話すんですか？はい。そんな難しいことをお願いします。わかりました。リユースの会社を今展開してまして、グループ会社で8社ほど経営してるんですけども、あの YouTube だったりソーシャルなあの TikTok だったりとか、いろんなことにチャレンジしながら、あの会社を成長させてるようなのが今の背景で、経営者と求職者をつないでいくようなプラットフォーム作りというか、経営者自体も見せていって、もっと理解してもらってミスマッチがないような採用を目指したいということで作ったのが就活サバイバルネオですね。最初は三崎裕太君と一緒にやったんですけど、大型企画で、そこから派生したネオという企画で今やらせてもらってます。まあそういう感じですね。ありがとうございます。実際に、三浦会長が経営するトリアナグループには、入り口の近くにですね、ブースを構えてくれていますので、もし興味がある方がいればそのままブースに足を運んでみてください。ではですね、ここから簡単なトークセッションをしていきたいなというふうに思うんですけれども、今回まあ、あの僕もそうです、三浦会長もバンバンザイさんとだいぶ年齢が離れているんですけど、はい、じゃあめっちゃ若いですよね。そうです、24歳。25です。5、22です。22、25です。25、はい、若いですよね。僕何歳だと思います？30、あ、本当に正直ですか？あ、本当に正直。ありがとう、ありがとう。35。マジで言ってんの？俺も38ぐらい、ぐらいだと思った。来年50歳ですよ。はい、今49歳。おっさんや。すごい言うな、そういうこと。ガキやろ。すごい、ルナのお父さんとほぼ同じ。そうでしょ。だけど全然見た目がめっちゃ若く見える。そうそう、だから頑張ってるんですよ。だからまだまだモテたいと思って頑張って結果作りしてるんですけど、すごい、はい、そんな感じです。年齢的にはだいぶ差があるんですよね。僕、三浦会長 の、うん、あの切り抜きの、あの、うん、あ、切り抜きじゃない、鑑定の動画、うん、結構見てたんですよ、もともと。でしょ、あれやめちゃったの最近。だからもう一回やろうかなと思って。さすがにもう50回ぐらい査定してると、うん、はい、もう同じことやり続けるの結構しんどいじゃない。あ、確かに、うん、ネタが尽きてきて。違うもの鑑定もしてほしいよね。なんか、どういうもの、うん、どういうものなんか、なんだろう、何ある、なんか鑑定でさ、ブランドとかじゃなくてだよね。はい、なんだろうね。例えば、あ、なんか、うん、じゃあ年収何千万の人はどっちだとかで、うん、あのそういうのでも鑑定とかしたら、ね、面白いかなって。見極められるかもね、はい、あ、面白いかもしれない。おもろそう。面白いかもしれない。わかりました、参考にしますね、はい、ありがとうございます。ありがとうございます、うん、いいアドバイスが聞きましたね。ね、はい、うん、でもすごいですもんね、今登録者は300万近いですよね。275か。どこを目指すとかってあるんですか？今は300万人を目指して頑張ってますね、うん、将来何になりたいってあります？将来の以上。でもなんか前会議で、あの話したのが、うん、先を見すぎると、うん、
なんかどこ目指していいのか分かんないので、うん、一旦は300万人を目指そうっていう目標しか立ててないので、うん、そこだけだよね、今まだ。今バンバンじゃない、そうだね、うん、でも個人個人は多分あるかもなんですけど、うん、はい、あんまり目的と意味を考えないようにしてて、なるほど、目の前にワクワクすること、楽しいことあったらチャレンジするみたいなスタンスやってて、すごい超共感です。300万人です、はい、それいつまでにやりましょう、300万人、まあ、できれば今年中に行きたいんですけど、今年中に、そうですね、であと20何ランバニーですよね。そうですね、はい、じゃあその僕登録します。おー、ありがとうございます。1増えた、20何万分の1を僕ちょっと、はい、ありがとうございます。はい、頑張ってください。ありがとうございます。それではこれから就活サバイバルネオの、撮影に移っていきたいと思うんですが、今回採用ジャッジをする企業の、社長様方をご紹介させていただきたいと思います。まずはじめに株式会社 CBT ソリューションズ代表取締役の野口社長、お願いします。こんにちは。株式会社 CBT ソリューションズ代表野口浩二。試験業界の IT 化を牽引するベンチャー企業で、日商簿記、漢検、秘書検定など有名な試験検定を日本中で受験できる全国 CBT サービスと、47都道府県すべてに360のテストセンターを展開中。300団体以上の有名試験の CBT 化を実現しており、そのマーケットシェア率は驚異の 80% 超え。新たに人材紹介事業や AI 事業などにも参画し、現在年商は73億円。これまで1000人以上の面接をしてきた経験で求職者の実力を見抜く。はい、皆さんこんにちは。 CBT ソリューションズ代表の野口と申します。うちはそうですね、まあ、教育、IT、ベンチャーみたいな企業で、すでに100億というところで、100人で100億稼ぐ、1人1億稼ぐというですね、夢のモンスター企業というのが CBT ソリューションズという形になっております。ぜひ、まあ、就活においてもね、役に立つようなアドバイスができればと思ってますので、ぜひ楽しみにしてもらえると思います。僕もフォロワーに1名追加させていただきたいと思います。ありがとうございます。あ、ちなみにフォローしてない人います？バンバンザイさん、有名なバンバンザイ。あ、ダメですよ。してます、はい、してます。ここの会場に入った人は全員してください。お願いします、はい、お願いします。よろしくお願いします。はい、野口社長ありがとうございます。もう1名ですね。株式会社これからミステリー代表取締役の飯田社長、お願いします。株式会社これからミステリー代表飯田裕樹。株式会社これからミステリー代表飯田裕樹。 YouTube ライブ配信でお金を稼いでいる人がいない時代に、インフルエンサーライブ配信事業を創業し、時代を切り開く。退任後2024年1月5日飯田第二章ライブと称して、インフルエンサー600人、メディア100社の前でマーダーミステリーの市場を切り開くと宣言する。その推進力と頭の速さに求職者はついていくことができるのか。こんにちは。いやー、みんなニヤニヤしながら見てくれてありがとうございます。はい、今日はね、笑いなしで社長としての威厳見せたいと思うんで、皆さんよろしくお願いします。お願いします。お願いします。僕もね、18から独立して、割と若い頃からね、まあ、経営者になってるんですけど、就活というものを経験してないんですけど、経営者の目線でどういう人が欲しいのかとか、皆さんと違って忖度せずに言いたいと思いますので、よろしくお願いします。お願いします。ありがとうございます。そして今回こちらの社長方の中に、広告代理業の社長をしている技師さんにも、社長枠として番組に出演していただきます。怖すぎるっすよこれ本当に。ちょっと皆さん温かい目で見てください。本当によろしくお願いします。はい、またみゆさん、るなさんには、司会と、番組の企画の中にあるスキルチャレンジというものがあるんですが、そこの営業を受けるお客様役をやっていただきます。収録1本目は司会をるなさんですね、はい、で営業を受けるお客様をみゆさんにやっていただきます。それでは、就活サバイバルネオを始めていきます。求職者の方ご入室ください。失礼します。今宵も一人の求職者が自らの価値を伝えるべく社長たちへ挑む。それではお名前と希望する職種、希望年収をお願いします。はい、武田雄生と申します。希望職種は営業で、希望年収は420万円プラスインセンティブでお願いいたします。それではプレゼンを開始してください。はい、まずは挑戦理由についてお話しさせてもらいます。一つ目が、このような自分の顔だったり名前が出るこの番組に出ることによって、逃げ道っていうのをなくし、自分自身最大限成長したいっていうところで、ポテンシャルを最大化したいというところです。二つ目が、
これから先の人生成功していくためには挑戦というのが続いていくと思います。その上で今日という一日をその挑戦の一歩目として歩み出し、自分に対して絶対成功するんだと、理想の未来を手に入れるんだっていう自分に対してのけじめと覚悟という意味で来させていただきました。次は自己紹介です。北海道札幌市で生まれ育ってきて生粋の土産子となっております。趣味は男磨きというところです。次は経歴について、ご覧の通り僕のこれまでの人生野球一筋でした。3日ほど前まで現役のプレイヤーとして野球を続けてきてまして、その中で中学校時代は北海道で一番球が速くてプロの開幕戦で始球式を投げさせていただいたり、高校時代はプロ約5球団ですねから注目していただいて、雑誌に掲載させてもらうなどプロ野球選手というところまであと一歩という存在まで行くことができました。まあ、その中で僕自身野球の才能は全くなかったです。でどうしてこのような成績を残せたかと言いますと、2つ要因があると思ってます。1つ目が、ストイックだったというところで誰よりも頑張りました。2つ目が素直で周りからの吸収力が高かったというところです。まあ、ここまでだとすごい順風満帆な野球人生に聞こえるかもしれませんが、実は違います。大学入学前に、右肩に大きな怪我を負いまして、練習復帰まで約3年以上かかる手術を経験することになりました。今でも復帰した初日のことを覚えてるんですけど、その日はめちゃくちゃ晴れてて野球日和の一日でした。復帰明けということで3年ぶりにマウンドに登り、キャッチャーに向かって思い切りストレートを投げ込んだんですけど、球速が20キロ以上も落ちてしまっていて、球速を最大の武器にしていた自分にとってはあまりにも苦しくて、練習後に一人でグラウンドの端っこで呆然と立ち尽くしてしまったのを今でも覚えています。この現状に対する悔しさというのは、次はビジネス仕事というのにぶつけて第二の人生絶対に成功させたいと考えています。次は将来ビジョンについてです。自分を満たし他人をも満たせる人間になるというところで、これはもう文字通り自分を満たすというのは欲しいものだったり車、時計だったりを購入するとか、男として圧倒的な自信をつけたいとか、そういったところです。他人を満たせる人間になるというところは、これは自分を満たした後の話になるんですけども、この挫折期間で支えてくれた友人だったり家族親戚というのにもいい暮らしをさせてあげれるような、そんな人間になりたいと思っています。最後です。まあ、内定をもしいただいた後の話なんですけど、自分の夢を実現するために努力をするのは当たり前で、内定をいただいたその社長さんの会社に対してもそのもらっている金額以上の価値というものを僕は残していけるような人材になっていきます。ありがとうございました。ありがとうございます。大勢の前でのプレゼンは緊張しましたか？緊張します。でも素晴らしいプレゼンでした。ありがとうございます。それでは社長方、何かご質問とあればお願いします。いや武田雄生君、はい、いやめっちゃかっこいいやん。いいよ。本当ですか？ありがとうございます。ちょっとルックスだけじゃなくてもう堂々としてて、言葉もちょっと選んでる、まあ、逃げないとか覚悟とかそういったものもちょっとかっこよかったわ。はい、ありがとうございます。ちなみにどうなったら成功なの？まず目先の今の自分の欲しいものを手に入れるというのが一番最初の初期の成功かなと思ってまして、今自分の欲しいものとしましてはレクサス乗りたいなと思ってます。わかりやすい、はい、いいね、はい、ありがとうございます。なんかマインドセットはすごい分かったんですけど、それをまあ実現できるかどうかって別で、まあ、なんかそうやってマインド持ってる人は今日までにあなたの会社のためにこういうスキルがありますっていう具体的なスキルを身につけてくるんじゃないかなってちょっと思ったんですけど、具体的ななんかスキルとかありますか？スキルと言いますと正直ないです。僕に今あるのはこのマインドと努力できるというところだけなので、でもそこだけは負けないという自信は持って今日は来させていただきました。なるほど。でもその努力があるなら今日までに何かしら資格とか取ったりとか僕らに貢献できる何かを持ってきたんじゃないかなってバンバンザイの技師が言ってました。おい、言ってない、言ってないです。言ってないか。はい、言ってないです。言ってないか。ちなみに、はい、目先の目標がレクサス買いたいって言ってたんですけど、はい、最終目標って何なんですか？最終目標、まあ、これお恥ずかしい話になるんですけど、自分の
今じゃ手に届かないような女性と結婚したいというところですね。おお、分かりやすい、うん、一番いいと思う。そういうなんか俺思うんですけど、車が欲しいとかお金を稼ぎたい、はい、いい家に住みたいとか、あの物理的なこと言うけど、あの総称すると女にモテたいんだね、やっぱり。間違いないです。俺それでいいと思ってて、はい、最近女性が求める男になれば、あのそれが多分俺は正解だと思ってて、はいはい、だからもうそのシンプルな考えでいいと思う。一緒に頑張りましょう。頑張りましょう。ありがとうございます。今日これから何するかっていうのは多分分かってると思うんですけど、はい、まあ、ロープレっていうのをやると思うんですけど、はい、もちろんそれまで努力してきたんですよね。そうですね、できる限りの練習というのはしてきてました。やっぱり努力を口だけの人とね、実際やる人は違うと思うんで、ちょっと楽しみですね。はい、ありがとうございます。敵義士君が言ってます。ありがとうございます。では今飯田さんの振りにもあったように、ここからスキルチャレンジをしていただきたいなと思います。会場の皆さんにもご説明すると、スキルチャレンジとは番組が用意した6つのチャレンジの中から1つの自分のスキルを証明できるチャレンジを求職者自身に選択してもらう形になっています。その道のプロの方でですね、対決をしてもらうんですが、今回は希望職種を営業とされているので、営業のスキルチャレンジをしていただきたいと思います。今回はミュウさんですねが興味があるものを事前にお聞きしましたので、その商品を武田さんと、プロ役には売っていただきたいなと思います。それでは、お題の発表をお願いします。それでは今回のお題の条件を発表いたします。お題は酵素です。こちらビブマチルダっていう酵素です。完璧です、はい、条件といたしましては、1箱30本入りで3万円、こちら正規の値段は20本で1万2000円なので、価格は少し高めに設定しています。そして補足説明といたしまして、酵素とは全ての栄養素を吸収するのに必要な物質で、ダイエットや美肌などの効果があるものになります。よろしいですか？はい。ではこの後営業ロープレの準備をしますので少々お待ちください。就活サバイバルネオでは動画に出演したい社長さんを募集しています。詳しくは概要欄からお問い合わせください。この対決は5分以内で決められたお題を求職者と営業のプロそれぞれがロープレイを行い、どちらの営業が良かったかをジャッジするという企画である。今回はオーディエンス票を用いてジャッジを行う。プロ・求職者のどちらか良かった方に挙手をし、数が多かった方にはオーディエンス票として2票が入り、社長たちはそれぞれ1票ずつとなる。そしてロープレサバイバル四天王の中から今回の対決相手となる営業のプロは、敗戦2期株式会社 HR チーム久保田光源。2020年 HR チーム入社後、キャリアアドバイザーとして数千人の就活を支援した実績を持つ。現在は新規事業の立ち上げメンバーに抜擢され、今一番勢いのある若手社員。果たして求職者はジャイアントキリングを成し遂げることができるのか。それではこれより営業ロープレーバトルを行っていただきます。先攻武田さん、高校営業のプロ久保田さんの順で行います。営業のプロ久保田さんは敗戦2期と呼ばれていますが、今回の意気込みはどうですか？あの今日は超敗戦2期になれるような、はい、絶対勝ちます。負けないです。お願いします。ちゃんと滑るんだな。そして今回ロープレを受けるお客様役をワンマン剤のミュウちゃんにやっていただきます。よろしくお願いします。お願いします。みゆちゃんには実際のお客様役として営業を受けてもらうので、しっかりお願いします。はい。大丈夫ですか？はい。はい。それではロープレの制限時間は5分間となります。残り1分になったら合図を出すので、挑戦者はその音をめどにクロージングをお願いいたします。用意はいいですか？はい。はい。それでは用意スタート。本日はお貴重な時間いただきありがとうございます。ありがとうございます。同じ土産子ってことで、はい、親近感湧いてるんですけど、はい、よろしくお願いします。お願いします、まあ、お忙しいと思うんで、まあ、早速
お話の方入らせていただきたいと思ってるんですけど、はい、ミュウ社長ってめちゃくちゃ美容に気ぃ使われると思うんですよね、はい、具体的にこういった美容方法とか皆さん気になってると思うんで、はい、お聞きしてもよろしいでしょうか。スキンケアはもちろんなんですけど、最近はインナーケアも始めてて。なるほどです。代謝を上げるジムに行ったりだとか、はい、皮膚科に処方していただいたビタミン剤も毎日飲んでいます。めちゃくちゃ素敵ですね。ありがとうございます。そうですね、ビタミン剤の栄養分とかこだわってるポイントとかって。でもビタミン C は絶対取るようにしてますね。なるほどです、はい、今回ですね、私がご提案させていただきたいものがあるんですけど、はい、先ほどから取っていただいているビタミン C だったり他のものもたくさん取られていると思うんですけど、はい、その基盤となる栄養の商品を売りたいと思ってまして、はい、今やってらっしゃる努力があるじゃないですか、はい、それを効果を何十倍にも引き上げてくれるっていう魔法の商品になります。どれでしょう。こちらなんですけど、はい、ビブマチルダと言います、はい、これは酵素でできてまして、うん、その全ての栄養の吸収を高めてくれるっていうものになります。あ、多少お値段は高くなるんですけど、はい、今よりさらに綺麗になって YouTube でも人気が出てくると。それも断言しちゃっていいものなんですか。できます。絶対ですか。自信がありますね、はい、できなかった場合どうするんですか。まあ、そちらは後ほど説明させていただくんですけど、はい、今現時点でこの商品どう思われてますか。ちょっと金額もわからないので何とも言えないです。なるほどです、はい、これこちらですね、3万円になります。あ、高いですね。ちょっとお高めになるんですけど、うん、効果あります。どれぐらい入ってるんですか。30本です。30本3万円で、まあ、1ヶ月ですね、うん、はい、1ヶ月間3万円の投資ということになります。でも1日1本飲むじゃないですか。はい、おっしゃる通りです。1000円ですね。はい、高すぎるんですけど。おっしゃる通りです。はい、これ自分で使うんじゃなくて、うん、もしプレゼントで渡すってなったらどう思われますか。もらった立場としては、まあ、金額が高いのでいいのかなとは思います ね。もしよろしければミュー社長の大親友である、うん、ルナ社長に対して、はい、これからも一緒に頑張っていこうねっていう、はい、まあ、プレゼントでもいいんですけど、はい、していただくのはどうなのかなと思いまして。使ったことがないので、じゃあ不安なものを人に渡すことはちょっとできないんですけど。なるほどです。なんかモニターの方とか、はい、実際に使った方はいらっしゃるんですか。はい、僕が使いました。あ、どうだったんですか。めちゃくちゃ、正直めちゃくちゃいいです。何が。でも何が、はい、と言いますと、そうですね、まず肌が綺麗になりました、うん、僕自身めちゃくちゃニキビあったんですけど、はい、今ちょっとずつ改善されてきてまして、はい、そういったところ、まあ、目に見える変化もそうですし、うん、目に見える変化があると心に対してもいい影響をもたらしてくれるんですよね、はい、でそうなっていくと仕事に対しても成果が上がってくると、うん、まあ、そういった面ですごいいいかなと思ったんですけど、はい、こちらですね、まあ、もし、うん、先に、うん、ミュー社長が使っていただいて、はい、満足いかなかったら全額返金させていただきます。あ、はい、なるほど。クーリングオフ制度ですね。うん、もし最初も一回使っていただいて、はいはい、もしダメだったらこちらで保証します、はい、でもこちらの商品にはめちゃくちゃ自信あるんで今日ご提案していただきたいと思ってるんですけど、うん、現時点でどうでしょうか。クーリングオフって7日ですよね。1ヶ月間です。1ヶ月間ですか、はい、終了です。わかんない。すいません。ありがとうございます。すいません、ごめんなさい、いっぱい質問しちゃって申し訳ない。それでは高校久保田さん、席をお願いいたします。はい、千日記です。続きまして久保田さん、同じお題でお願いいたします。それでは用意スタート。はじめまして。はじめまして。めちゃめちゃお会いしたかったです。あ、本当ですか、はい、ありがとうございます。僕携帯結構ちっちゃめなんですけど、はい、生で見た方が顔ちっちゃいですね、画面より。あ、ありがとうございます、嬉しいです。ちょっと今日ご提案がありまして、はい、今日ちょっと持ってこさせていただいたのが、はい、美容の商品になるんですけれども、はい、実際ミュウさんお肌すっごい綺麗じゃないですか。ありがとうございます。気を使われてるなっていうところがあるんですけれども、はい、なんか実際今やられてることとかってございますか。スキンケアとか。スキンケア、あとエステも行ったりしてます。アイス、はい、フィットネスだったりとか、はい、エステとか、なんかその食べるものだったりとかサプリとか、その両方とかってやられたりしますか。一通りやってきたとは思ってます。あ、さすがですね。ありがとうございます。今以上に肌をきれいにしたいとか、はい、あ、あります。効果をもっともっと出したいとか、うんうん、はい、ありますか。はい、あります。もっときれいに
なる方法というのがありまして、はいはい、今回ちょっと僕が持ってこさせていただいたのが、はい、このビブマチルダっていう商品なんですよ、はい、これちなみにどういうものかっていうと酵素です、はい、酵素ご存じだったりしますか？あ、飲んだことあります。ありますか、はい、実際いかがでした？酵素飲んで。そんなに効果がなくてやめました。なるほど、はい、どれぐらいの期間続けられてたんですか？半年以上は続けてました。あ、なるほど、はい、実際にその酵素に関しても、はい、いいもの悪いもの結構ございまして、はい、いわゆる誰が作ったのかだったりとか、うん、実際に効果検証をどれぐらいしたのかっていうところがすごく大事だと思います、はい、弊社の商品っていうのが、30本入っておりまして、はい、まあ、大体1本あたり1000円、まあ、1箱で3万円の商品なんですね。うん、高いですね。ありがとうございます。でこの高い理由がございまして、はい、実際にこれを監修しているのが、はい、東大の、はい、大学院の先生が実際にあの監修に入っていたりとか、うん、実際に不安がある方もいらっしゃると思うんですけど、うん、モニターの人今大体3000人ぐらいの方に実施していただいて効果実感できた方っていうのが 97%。 どれぐらいで効果が出たんですか、その方たちは？1ヶ月間まず続けていただくと、はい、実感が湧くぐらいで、これを半年間続けていただくと、もう飲む前に後的に飲んだ後の方が良かったよねっていう。何が良かったんですか？肌に気をつけて気を使われている方であれば、うん、肌のツヤ、いわゆるこう酵素になるので栄養素を取りやすく、うん、取り入れやすくなったりとか、うん、まあ、それこそ効果をもっともっと増幅してくれるものになるので、なんかそういったその人に合った、美容効果っていうところを半年、ないしは早かったと1ヶ月以内で。でも私半年で効果出なかったんですよ、はい、酵素が。なるほどですね、はい、商品で結構かなり違います。なるほど。で、実際こう飲み続けていかないと意味がないものにはなるんですけれども、はい、まずは、まあ、1ヶ月間使っていただいて、もし2ヶ月後ですね、はい、またリピートしていただけるような形でしたら、例えば今インフルエンサーのお仕事をされていると思うので、はい、実際使ってみていただいていいなと思っていただければ、なんかこう PR していただく代わりに、例えば半年間の商品に関しては無料で、もしくはディスカウントしてとかっていう形でご提案していきたいと思ってます。いかがですかね？終了です。ありがとうございました。すいません、ちょっともう全然できなくて申し訳ないです。全然全然。給食者様、席へお戻りください。それでは社長の皆様に勝者を発表させていただきます。それでは行きます。せーの。あー、でこの後オーディエンスになります。オーディエンスの皆さんの票は合計で2票となります。武田さんが良かったと思う人手を挙げてください。お、それでは久保田さんが良かった方手を挙げてください。お、はい、ありがとうございます。ということで久保田さんの勝利です。おめでとうございます。それではここでお選びいただいた理由をお一人ずつお聞きしたいと思います。まず野口社長さん。はい。大丈夫、はい、いいよ、はい。ね、ドローにさせてもらいました。武田君よかったよ、うん、どっちかって言ったらもちろんプロの方がいいんだけど、どっちもダメなんだよね。営業の基本的な、まあ、笑顔を作ったりコミュニケーション能力っていうのは両方高かったって思ってます。ただ買うためになんか納得するも何かを喋らせないと意味がないと思うんだけど、そこに2人ともいけてないんだよね。今後、まあ、営業を極めるんであればアイデアと論理性ちょっとお互いに考えてみてください。はい、はい、ありがとうございます。続いて飯田社長お願いします。野口さんと一緒で全くダメだと思ったし、まあなんかとりあえず楽しくなかったですよね。貴重な時間いただいてるのに、なんかもう商品説明動画の劣化版みたいな。ロープレで出るお題ってもう大体決まってるわけですよ。サブスクかね、大体情報か美容なんですよね。なのに全然予習してなかったし、まあやっぱりちょっと努力の仕方間違ってるなーっていう印象ありました。まあ、もうちょっとやっぱ頑張ってほしいなって技師が言ってました。全然いい。まあそれは僕も思いました。ありがとうございます。続いて技師くんお願いします。はい、武田さんは正直なんかこの商品はめっちゃ良かったよっていうものしか僕らはなんか感じれなかったっていうか、でダメだったら返金するよぐらいしか頭に入ってこなかったなっていう印象だったんですけど、でもなんか
懐に入るのうまそうな人だなっていうイメージがあったんで、なんかいろんな経験を積んでもっとすごいいい営業マンになれると僕は思いました。はい、ありがとうございます。続いて三浦会長お願いします。はい、僕は、久保田君にあげたんですけど、そもそもこれ俺の商品なんですよ。はい、俺が販売してる、あの別に案件とかじゃなく会社に倉庫があるんで。で本当本物なんですか？本物なんです。僕が8年9年ぐらい前に美容のサロンやってたんですけど、その時に韓国のコスメとあの酵素とあと医療機械美容機械使ってサロン作ってたんで、その時の商品で、2人ともあの美容に対する知識がちょっとなさすぎますねという意味ではどっちも良くないんですけど、消去法で久保田君にしました。はい、以上です。ありがとうございます。じゃあ実際あのお客様役として受けたみゆちゃんはどのように感じましたか？どちらもちょっと似てる感想になっちゃうんですけど、私はすごい美容が好きなので、なんか質問とか私にしてくれたら答えて一緒に仲も深めつつみたいな感じなのがすごい理想ではあったんですけど、まあ、値段も全然最初に出てこなくてすごく不安な商品なのかなとも思いましたけど、はい、ありがとうございました。ということで以上の結果により久保田さんの勝利となります。おめでとうございます。どうですか？それでは最後の質疑応答の時間に移りたいと思います。営業ではなく商品説明となってしまい、営業を受けたみゆさんにも歩み寄れない残念な結果となってしまった求職者。次のアピールタイムでは社長たちからの印象を変えることはできるのか。それではスキルチャレンジお疲れ様でした。実際にロープレイやってみてどうでしたか？そうですね、まず緊張して口カラカラになってしまって頭も回らなかったんですけど、ただもう悔しいという一言です。はい、最終ジャッジ前の最後の質問タイムとなります。今回のね、この悔しさを最後跳ね返せるようにしっかりアピールしてください。では社長方、何かご質問とあればお願いします。ここの社長さんのどこに入りたくて、でどんなことをしたいですか？これ営業だけですか？ちなみに希望職種は。そうですね、一応営業で考えてました。この4人の社長さんだったらどこに入ってどんなことをしたいですか？そうですね、正直どこに入りたいとかはないんですけど、もうただひたすら稼げれば稼げて自分と満たして人を満たすことができれば何にでも頑張れるような気はしてます。まあ僕ロープレクソなの分かってたんですよ。もうこれ資料がね、これ見たら分かるんですけど、努力した資料じゃないんですよね。やっぱりなんか青文字がなんか細くあって、その後に黒のなんかでっかい字があるみたいなのとか、野球だったらチームとしての目的とちょっとずれてるんじゃないかなっていうのがずっと思ってて、努力の仕方とかをやっぱり学んだ方がいいんじゃないかなっていうのはすごく思いましたってバンバンザイの技師が言ってました。いやもう出た、ちょっと技師社長厳しい、技師社長厳しいですよ。いやちょっとやめてください、はい、もう僕本当になんでこのいじめられるんですか？フォローお願いします。僕から言うのもおこがましいと思うんですけど、やっぱ正直野球を何年も頑張って、で野球っていう夢を叶わなくて引退したっていう人が世の中に5万といる中で、やっぱりその中でちょっと自分は他と違うぞっていう付加価値みたいなのが今回は伝わらなかったし分からなかったんで、そういうところをもうちょっと見せてほしかったなとは思いました。今は逆に見せれます？何か思った、なんかいい今ないんですか？今僕たちに見せれる分かりやすい自分の価値、価値分かりました。じゃあ一発ギャグいいですか？一発ギャグできるの？笑顔を提供します。いける？この空気感でいける？滑りやすくなってるんで気をつけてください。結構今日観客シビアかもしれないよ。、うん、じゃあやってみようか。やらせていただきます。はい、一発ギャグ積水ハウスで。はいはいはい、積水ハウス、積水ハウス。はい。これ自分で考えたの？申し訳ないです、すいません。え、ちょっと待って、自分のじゃないよね今。そうですね、ちょっとそれダメだろ。やっぱそう、まあね、もう資料で分かるんですよ。そうです、ダメでしょ絶対。すいません、一発ギャグしなくて
体見せたいですね。何よ何？体見せたいです。体を見せる。筋トレやってて。おお、体触ってもらっていいですか腕。ああ、じゃあちょっとそこが当てる感じです。はい、放送できる範囲で。はい、触れってこと？お、すごい。え、ちょっと。あ、すごいわ。これは150キロ。え、すごい。え、すごい。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 すごいじゃん、見た目。めっちゃ硬。うん。え、でもここまで。あの鍛えられるって多分才能だと思うんですよ。なかなか僕もあのトレーニングするんですけどこんなになんないですもんね。まあそこは評価はできますけど、ただ営業とは関係ないんで、はい、うん、ただいいっすよ、好きですよ僕。ありがとうございます。そのチャレンジ精神はって言ってました。いいことも言うな。いやもう。では、ここから最終ジャッジの方に移っていきたいと思いますが、社長方ご質問等は他大丈夫ですか？大丈夫です。はい、ありがとうございます。ではここから最終ジャッジに移っていきたいと思いますので、最後のアピールをお願いします。いろいろ指摘してもらったんですけど、声色とか抑揚、アイデア、論理性とか、まあ、そういったフィードバックを、まあ、こういった貴重な機会だと思うので、これもしっかり今後の人生に生かして頑張っていきたいっていうのと、泣いていただいたら必ず貢献すると断言できますので、もしよろしければよろしくお願いします。はい、ありがとうございます。それでは社長方、最終ジャッジをお願いします。それでは野口社長お願いします。70点、採用するんですけど、ごめんなさい、少し条件下げさせてもらいました。ポテンシャルと人間性が好きです。成功すると思う。なので伸ばしたいなって思うんですけど、現時点で能力だけで言ったら他の普通の新卒社員と何が違うかそんなに分からない。インセンティブをがっつりつけてあげるんで、もう自力で稼げと。ただうち東京なんで、東京で稼ぐには月30万ぐらいは多分いると思うんで、360は出すんで、それでどうか、はい、っていうのでオファーします。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。それでは飯田社長お願いします。30点でしないですね。誰よりも頑張れるんだったら今日のために何を努力したんだって思いました。入社して死ぬ気で頑張りますって言った時、同じような形で同じような言い訳をするのが想像できたので、ちょっと僕にとってはお断りかなという厳しい言葉を投げかけつつ頑張ってほしいなと思います。すごいポテンシャルあると思いました。ありがとうございます。ありがとうございます。では続いて岸さんお願いします。はい、20点で採用しないです。厳しい。その点数感覚があんまり分かってなかったんで、野望みたいなところってすごい感じたし、本当に負けず嫌いな人なんだなって僕は思ったんで、将来経営者とかなってお金持ちになってるイメージがあったんで、まあ僕の会社では多分そういう部分っていうのはあまり必要ないかなって思ったんで、今回この点数にさせていただきました。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。では最後、三浦会長お願いします。はい、スルーですね。51点でスルー。ビジュアルとスタイルはもう十分ポテンシャルでいけるんで、あとはお金を稼げて仕事ができればモテるようになると思う。あと人間性だよね、はい、なんでそこはこれからの努力なんで、このイチローの背番号ですよね、5倍、人の5倍努力して1位になってください。はい、はい、なんで採用します。はい、はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。それでは今回野口社長と三浦会長のところから内定をいただきました。改めておめでとうございます。ではですね、この番組においてはこの場でどの会社で働くかを決断していただかなければいけません。武田さん、決断はできますか？はい、します。大丈夫ですかね？大丈夫です。はい、それでは、武田さん発表をお願いします。三浦会長お願いいたします。イエイ。はい、じゃあ、はい、まずは一回 面談しましょう。はい、はい、です。お願いします。お願いします、はい、でかいな。ありがとうございます。では今日の感想を一言もらえますか？そうですね、厳しい意見も多かったんですけど、これがもう将来の自分のための糧になると思ってるんで、まあ、見返すじゃないですけど、自分が大きくなってこの社長さんの前で立つことができたらいいなって思ってます。ありがとうございました。
はい、それでは、今回は武田さん、無事に内定をいただけました。改めておめでとうございます。お疲れ様でした。で、今回ですね、皆さんも就活生という立場ではあります。で、最終選考とかでおそらくいろんな会社の社長さんたちからと面接をすると思うので、各社さんがなんかどういう視点で見ていたのかっていうのをちょっとアドバイスもらえればなと思いますので、野口さんからお願いできますか。何をしたいとかどういう仕事をついたらいいんだろうって多分そんな分かってる人いないと思うんですよね。漠然と就活が来てしまって何個かアドバイスをしたいなって思うんだけど、例えば僕らは何を見てたか、そんなに今の現状能力があるかどうか見てませんでした。将来のポテンシャルと、本人の人間性を見てました。将来を見てくれるようなところで選んでもらったらいいんじゃないかなっていうふうに思うので、いろんな選択肢あると思うんですけど、例えばそういうような選び方も一つあるんじゃないかなと思うので、そういうのでアドバイスになればと思います。はい、ありがとうございます。では飯田さんもお願いします。僕は一番見るのは約束を守るかどうかなんですね。できないことはできないとか、そういったのを誠実にちゃんと言えるっていう能力を僕は見てます。意見って言いましたけど事実ですから、はい、全然ダメだったんで、なんかそういったところとかもやっぱり解釈してコミュニケーションコストが非常にかかる人材だなと思ってしまいました。はい、以上です。はい、ありがとうございます。では岸さんお願いします。はい、僕は就活したこと一度もなくて、本当 YouTube と経営しかしたことがないんで、あまり本当にわからないんですけど、やっぱり自分の中で大事にしてるのは人に好かれるための人間性とかが僕は最後に一番残るもんだなって思ってて、そこだけは昔からずっと大切にしてて、あとはやっぱ誰についていくかっていうのをすごい意識して日々生きてるんで、そのいろんなね会社入りたい会社とかあるんですけど、そういうのもその調べた上で誰について行きたいかって言って自分をそこで原動力にして頑張るのもありだと僕は思います。ありがとうございました。はい、ありがとうございます。では最後三浦会長お願いします。はい、面接僕もかなりやってきたんですけど、面接する側としてね、いつも思ってるのが、面接終わった後にそのコミュニケーションが楽しかったかどうかって結構重要視してるんですよ。あくまでコミュニケーションなんで、面接別に常套句なんかお決まりのセリフを言う場ではないんで、面接官の人が、興味を持ってもらえたりとかワクワクするようなパフォーマンスができると僕なら採用する。ただ分かんないです、他の企業さんがどこを見てるのか分かんないですけど、つまんない企業はなんか御社のために貢献しますみたいな綺麗事を、重視する会社もあるかもしれないけど、僕は社内に入った後のコミュニケーションも大事だし、クライアントに対するコミュニケーションも大事なんで、そこを楽しい、コミュニケーションを取れる人間っていうのをいつも探してます。はい、以上です。はい、ありがとうございます。皆さん参考になりましたか。はい、ここからね、いろんな会社で面接していくと思いますが、今もらったアドバイス、最終選考とかね、選考に行く前は必ず準備をして、その上で面接臨んでみましょう。では、就活サバイバルネオ本日の撮影を、1回目の撮影を終了させていただきます。お疲れ様でした。ありがとうございます。初のオフラインイベントとなり、岸社長も参戦の緊張の中で出演した求職者は、人間性やポテンシャルで2社から内定となり、見事三浦会長の会社に採用となった。今後夢を叶え活躍することを楽しみに待ちながら、社長たちは次なる求職者を待ち構える。